はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日は、はい、寺町通りから三条通りへ西向きに進もうと思います。またまた通りシリーズです。この通りはね、結構いろんなお店があるんですよ。ここ歯医者さん歯医者さんらしくね、歯医者さん。ここはなんか面白いね、いつもなんかギャラリーやってあったり、食べるとこがあったりっていうところ。タリーズ、タリーズ。ここ金字っていうのはあの リサイクルのお洋服屋さん。結構品ぞろえ豊富なんだ。これ弁慶石の由来。この石は弁慶が熱愛した。なんて書いてあるんだ、文字が読めない。あ、取ってねえや弁慶石。弁慶石そのものを取ってねえし。これが弁慶石って言うんだって。時計屋さん、昔ながらの時計屋さん。飴？え？飴じゃなくてビーディなんだ。へえ。面白いディスプレイでキャンディーに。ここポール・スミスの個展です。ここシュトゥーシーの個展。ハチミツ、ハチミツ専門店。ここはいろんなお店が入ってる雑居ビルですね。ね、ちょっと大正っぽい建物だけど。春樹だと？ここは旅館ですね。日照さん、修学旅行の子たちが泊まってるところですね。ここもリユースかな。ここの中華美味しいってみんな言うんだけどね。そう、昔ながらのビーカーとかね、売ってるお店、まさかのここ手作りハンバーグのお店。すごい並ぶよ、ね、ここはすごい並んでるお店。京都文化博物館のこれが古い方の正面っていうのかな。私がぜひともおすすめしたいのがこの100点満点35種類のインドスパイスカレーって書いてあるでしょ。ここのカレーラーメンめっちゃうまいから、毎日食べても飽きないカレーラーメン、私は超大好き。麺もここで作っておられるから。大将とね、おかみさんがね、めっちゃいい人なんですよ。歩きだと、うん、ここ焼き鳥一番さん。この辺ちょっとだけ飲み屋さんがあってですね、高行郵便局。郵便局には見えねえ建物でしょ、うん、これ昔の建物を再利用してんな。ここに書いてあると思う。京都郵便電信局として。はい、ということでテロップ流します。これが上がってね。今どき珍しい電話ボックス。なんかここ居酒屋龍馬、入り口に龍馬なのにおいでやすって書いたんで、もうちょっとで烏丸通りまで出るんですけど、烏丸通りに出ると一気に人が減っちゃう。減っちゃう、うん、
お好み焼きまんまる好きって美味しいらしい。はい、これで烏丸通りです。ビルジング。昭和の時代はビルジングだったんだね。リって言えないから。ビルジング。ここはね、お肉屋さんあるんですよ。お肉屋さん。ハルキチャンネル。やっほー。ここ最近できたセブンイレブン。三井ガーデンホテル京都三条。ガーデンホテルね。ホーリーズカフェ。ハルキだぞ。もうこの辺からあれやね。この辺からはもう小さなテリトリーだ。京都医研専門学校つってネイルとか鍼灸師とかそういう人たちを育てる学校ですね。バディッシュ閉まってんじゃん。カレー屋さん。ここね、小腹すいたらっていうお店なんですよ。小腹すいたら。ここは回らないお寿司屋さん。回らないお寿司屋さんよ。ここケーキ屋さんね。箱が可愛いんだ。見た目も可愛いんだ。ここ焼肉屋さんで、隣が山椒鍋のお店。ここがアンパンっていう韓国料理のお店。意外と食べ物屋さん並んでるでしょ。サラリーマンたちがよくいる玉屋さん、居酒屋さんやね。ここはなんか超おしゃれなお店。開いてんじゃん。眩しい。新しい言葉だよ。眩しいじゃなくて眩しい。かわいい。かわいい。ね、やべえな日本語は。このままね、ずっとまっすぐ行くと、だいぶ前に紹介した三条商店街に行きます。いかがでした、三条通り。人。ザ人やね。チャンネル登録してくれた。はい、この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。この辺は電柱だらけ。太陽はこっち。